じゃあ患者さん側から顕微鏡の光ってどんな風に見えてるかというとこんな感じですね。結構眩しい光が入ってきていて、患者さんは瞳を開いているので辛いと思います。でもこの光をまっすぐ見ている方が手術はやりやすいんですね。目を閉じようとすると目ってこう上に行っちゃったり下に行っちゃったりします。その方がちょっと楽に感じますけども、まっすぐ見た方が手術はしやすくて手術はスムーズに終わるってことを覚えてください。